ヒストリーオブ LDH オーディションボリューム3、ジェネレーションズ、ザ・ランページ、ファンタスティックス、バリスティックボーイズの4組からなるジュニアエグザイル。子どもの頃からエグザイルに憧れ、LDH が運営するダンススクール EXPG スタジオでスキルを磨いてきたジュニアエグザイルたち。彼らもまたオーディションから才能を見出され、夢をつかんでいった。ジェネレーションズ、その始まりは、エグザイルプレゼンツボーカルバトルオーディション2、夢を持った若者たちへ。2010年2月、エグザイルの DNA を継承するグループ、3代目 JSOUL BROTHERS のボーカルを探すべく、新たなオーディションが開催。7ヶ月に及ぶ様々な審査を経て、ボーカルの座を勝ち取ったのは、今市くんと登坂くん。今市くんと登坂くん、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。3代目 JSOUL BROTHERS のボーカル、今市隆二、登坂広臣が誕生。そしてこのオーディションでファイナリストに残るも落選した数原龍と片寄涼太に新たなチャンスが与えられた。片寄くん、数原くん、10代としてなんか育てたいなと思ったんですよ。なんか10代で周りにダンサーつけてっていうグループも新しくやりたいな。今回は本当にあの若い10代の才能ある子たちとも触れ合うことができて、すごいより具体的なイメージが浮かんだんで、3代目 JSOUL BROTHERS 以外にもダンサーのボーカルグループをぜひ作りたいなって思いました。2012年11月、オーディションから大いなる可能性を導かれた2人は、ジェネレーションズとしてメジャーデビュー。夢を諦めずに様々な試練を乗り越えた若者たちは、2018年初のドームツアーを開催するまでに成長した。ザ・ランページ、その始まりは、エグザイルプレゼンツボーカルバトルオーディション4、夢を持った若者たちへ。2013年10月、新ユニットのボーカルを探すべく新たなオーディションが開催。6ヶ月に及ぶ様々な審査を経て、3万人の参加者からファイナリスト15人に絞られた。2014年4月9日、運命の最終審査、ザ・ランページボーカル候補に選出されたのは、吉野北斗くん、はい、川村一馬くん、はい、青山陸くん、はい、その3人に新しいユニットの候補として頑張っていただきたいなと思います。陸、川村一馬、吉野北斗がザ・ランページボーカル候補に決定。そして、グローバルジャパンチャレンジ、2013年10月、ボーカルバトルオーディション4と同時開催した世界基準のアーティストを発掘育成を目的とし、15歳までの少年を対象に行われたグローバルジャパンチャレンジ。このオーディションで多くの若き才能を見出した。さらに、
EXILE パフォーマーバトルオーディション。2014年2月ボーカルバトルオーディション4と同時進行で EXILE の新パフォーマーオーディションが開催。3つのオーディション全てを見たヒロ、若き才能たちとの出会いに新たな構想を思い立った。それは合宿審査通過者発表後、ヒロから正式に発表された。今同時にボーカルバトルオーディションが行われてて、そしてこの間グローバルジャパンオーディションというのが無事終了して、で、まあ、そこのグローバルジャパンオーディションでもパフォーマーの子たちがいたので、またその受かった子たちとは違って、そういう子たちもいろいろな僕らにインスピレーションを与えてくれてアイデアが浮かんだんですけれども、3つの全てのオーディションで感じた可能性をすごい俺自身が、具体的なアーティスト像としてものすごくイメージできて、で EXILE TRIBE の新しいユニットとして新たなダンス&ボーカルグループを作りたいと。でそのユニットの候補生として今回合宿に参加してくれたメンバー全員挑戦していただきたいな。でそのユニット名も決まってるんですけど、ザ・ランページっていうまたジェネレーションとも違ったようなユニットを作りたいなと思いますんで、今回ファイナリストに選ばれなかったみんなも挑戦していただきたいなと思っています。こうしてご覧の6人が新ユニットザ・ランページの候補生入りを果たす。さらにグローバルジャパンチャレンジからはご覧の4人が名乗りを上げた。そして2014年4月 EXILE 新パフォーマーオーディション最終審査。EXILE の新パフォーマーに5人が決定。 EXILE 第4章が華々しく幕を開けた一方で、ジェネレーションズチームはキュータとかはミスタージェネレーションズみたいな、そういう感じになってほしいなって思いだったりとか、レオとハヤタはやっぱ次の段階の世代なのかなとか、ここでもう一段悔しい思いしてこれが始まりかなっていう風に、海星くんとか、与那嶺くんとか翔平くんとか一回ランページとかでエグゼトライブに入ってもらって、このまま引き続き同じ仲間として同じ夢を追いかけてもらえたら嬉しいなって。ザ・ランページパフォーマー候補に最後に加わったのがこちらのファイナリストの3人。こうして EXILE TRIBE 新グループザ・ランページ候補生16人が決定した。その後武者修行など様々な試練を乗り越え正式メンバーになったザ・ランページは2019年初のアリーナツアーを開催。さらに先日東京ドームでの初の単独ライブを行うなど、大人数を生かしたパフォーマンスで会場を暴れまくった。ファンタスティックス、バリスティックボーイズ、その始まりは ボーカルバトルオーディション5、夢を持った若者たちへ。EXILE パフォーマー佐藤大樹、そして世界をリーダーに若き才能のある5人のパフォーマーを加え結成されたのがパフォーマー集団ファンタスティックス。2017年6月、ファンタスティックスのボーカルを探すべくボーカルバトルオーディション5を開催。夢を持った3万人の若者たちがファンタスティックスのボーカルの座をかけて競い合った。ファイナリスト18人による合宿審査ではチームワーク強化のためファンタスティックスのメンバーも合宿に参加。最終審査ではボーカルが加入したファンタスティックスのイメージがより想像できるようにメンバーがパフォーマンスする中で歌唱審査が行われた。そして3万人の参加者の中からファンタスティックスのボーカルの座を掴んだのは、一人目が中島壮太君です。二人目が八木雄星君でお願いします。こうして
ファンタスティックス2人のボーカルが誕生した。2018年にメジャーデビューを果たした彼らは2019年10月初のホールツアーを開催。歌と演劇による新体験エンターテインメントに挑戦し、観客の涙と笑いを誘った。そして VBA5 から新たなプロジェクトが始動。それは VBA5 最終審査ラップ部門で発表された。ラッパーとボーカルのグループを作りたいなと思ってて、はい、ぜひそこに参加していただきたいなっていう方がいまして、ちょっと発表させてもらおうかなと思います。松井くんとビルセに参加してもらえたらなっていうふうに思ってます。新プロジェクト候補者貝沼流星、松井力、さらにボーカル部門ファイナリストから日高龍太、加納義行が呼び出された。バランスも見て、まあなんかこうボーカルを決めたいなって思って、まあヒロさんとも相談させていただいて、新しいグループの構想が決まった時に改めてお話しさせて、こうして2人もまた新プロジェクト候補者に選ばれた。さらに世界基準アーティストの育成を目指し行われたグローバルジャパンチャレンジの合格者プロジェクト太郎として、ニューヨークに留学した彼らの中から選ばれたのが塚堀美久、砂田正宏、奥田力也、この7人による LDH 新プロジェクトが始動。今回のプロジェクトが目指すのは EXILE トライブに今までなかったメンバー全員が歌って踊るグループ。そんな新グループ名を発表。バリスティックボーイズっていう名前で、バリスティックボーイズっていう名前で、バリスティックボーイズ、このグループ名の真意とは。もともとみんなのイメージで全員マイク持つグループって EXILE ドライブの中では初めてだったんで、すごい自分の中のイメージはすごく変幻自在的な、なんかこう電光石火的なスピード感と か, なんかそういうこういろんな曲によって歌う人が変わったりラップする人が変わったりみたい な, なんかそうい う, こうイメージが強かったので、そういうことをもとに、まあ、いろいろ相談してみんなで考えさせていただきました。 EXPG でちっちゃい頃から頑張ってきてた生徒のみんなが夢叶えてエグザトライブになったりとか、あとはまあオーディションでまあそういう風に出会えて、でまあ EXPG に入って、今みたいにこうそうですね、各エグザトライブに入ったメンバーっていうのは分かりやすく EXPG 育ちの世代はやっぱりこうジュニアエグザイル世代みたいな感じで自分たちはよく言うんですけど、そのジェネからまあ下のなんか世代のみんなっていうのはすごくこうジュニアエグザイルだ、なんかそのエグザイルの同じエグザイルトライブなんですけど、ランペもジェネも含めてファンタスティックス、バリスティックボーイズでこのジュニアエグザイル世代、その世代感っていうものもすごくどん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 盛り上げて日本を代表するようなスーパースターいっぱい育ってくれればいいなと思ってます、はい、そんな夢を持った若者たちと共に歩み続けてきたボーカルバトルオーディションが新たな進化へ。LDH 史上最大オーディションアイコン Z 開催決定。総合プロデューサーには EXILE HIRO、 男性部門を担当するのは EXILE AKIRA、 EXILE 小吉、女性部門を担当するのは登坂広臣。応募資格は中学1年生から25歳の男女、募集部門はボーカル、ラップ、ダンスの3部門。さらにこのオーディションの模様が地上波ゴールデンでレギュラー放送決定。
新たな伝説を作るのはあなたかもしれない。